串本町韓国人旅行者行方不明事件のユン・セジュンさんの行方不明になった日の前日からの行動が分かったよ。7日の夜に宿泊した民宿フクロウは、7日の午前7時にオンラインサイトで一泊の予約を入れクレジットカード決済しているよ。7日午後6時にチェックインして、午後8時に宿の温泉の予約を入れて、 コンビニで夜食を買うために宿を外出したよ。一番近いコンビニまで片道、徒歩で40分弱、コミュニティバスを使えば10分もかからない、コンビニ袋を持って温泉の予約の午後8時に間に合う時間に帰ってきた。その日は温泉に入り宿泊する。翌日8日は、 早起きをして午前4時30分ごろに、宿から南に1キロメートルの波の裏港に朝の散歩をしているところを近所の住民に目撃されているよ。6月8日の和歌山の日の出時間は4時47分だから海からの日の出を見たのだと思うよ。宿に戻ってきて、お土産なのか自分で着るためかわからないが、 宿のオリジナルデザインの白の T シャツを1枚購入しているよ。8日午前10時に1泊の予約の宿をチェックアウトしたよ。服装は夕方にローソンでタバコを購入した時の黒い T シャツに黒いズボンに黒いシューズに黒いリュックに傘を持っていたよ。8日の天気は午前は曇りのち雨で午後からは 14時20分に大雨注意報が出るザーザー雨だよ、翌日の午前まで雨が降り続いたよ。8日の午後5時42分、串本町駅前近くのローソン串本店でタバコを1箱購入し、午後6時20分に近くのレストランサンドリアで夕食を食べた、午後7時近くのバス停の旧役場前からコミュニティバスに乗るところが、 防犯カメラに映っているよ、気象庁の記録ではザーザー雨が降り続いていたよ。下車したバス停は、はっきりとは、わからないが潮の岬郵便局前バス停か、富の浦バス停だよ、そこからザーザー雨の中。 8日の夜に泊まる宿に向かって歩きながら韓国にいるお姉さんと午後8時30分頃から9時頃まで通話したよその後、チェックインせず行方不明になった通話の最後に宿に着いたからと切った8日もオンラインサイトで予約を入れた宿があったと思うチェックインしていないならその宿のすぐそばで事故になったのだろう ユンセジュンさんを見つける鍵は予約を入れていた宿を見つけることだねオンライン予約を入れると宿にも連絡が入るチェックインせずドタキャンになっている宿が串本町にあるはずだよその近くに彼はいるよザーザー雨の中黒い服装で歩いていたからきっと車にはねられたか滑落したんだね 観光地などで彼を見た人がいたら些細な情報でもいいので、情報提供連絡先に情報提供よろしくね。ユン・セジュンさんの当日の格好は、コンビニで買い物をしている服装で、黒の T シャツに黒いズボンに黒のスニーカーに黒いリュックサックでした。身長は、175センチメートルで中肉、黒髪の中髪だったよ。 5月9日に日本に入国した後、福岡県大阪府奈良県京都府三重県を観光した後6月3日から和歌山県で観光していました「バスを降りた後雨の中宿泊予定の宿に向かって歩いていたよ」 串本町の金曜島の方に向かって歩いていた可能性があります。お近くの人がおられましたら安全第一で探してください。何か些細な情報でも知っている人は、情報提供連絡先に連絡よろしくね。